こんにちは。杉本さん、今までありがとうございました。名古屋でも頑張ってください。松沢さん、仙台へようこそ。これからよろしくお願いします。さて、いわき戦ですが、まあ、やってはならない試合をしてしまいました。試合の位置づけ的にも、あと昇格組が相手ということで、絶対に負けてはいけない試合だったんですけど、まあ、選手たちを見て、正直がっかりしました。まあ、今回も独自に採点させていただきましたが、感情論で言うと、もうほぼ全員の選手が0点です。まあ、あと、一部のブーイングについて、まあ、選手からも話が来たんですけど、普段の試合だったら選手の言い分もわかるんですけど、この間の試合に関して言うんだったら、サポーターが100で正しいです。絶対に勝てないといけない試合で、戦う姿勢を見せれなかったっていうのが、まあブーイング受けても仕方ないのかなと。そういう位置づけの試合で、試合後にブーイングしても後の祭りなので、それでモチベーションが下がるんだったら、もうその選手は試合に出ない方がいいと思います。まあ、フロントは杉本さんの枠が空いたということで、その部分しっかり補強してほしいなと思います。それではこちらです。まあ、戦えていたなと思うのが、まあ、姿、サガラ、ジョージぐらいですかね。まあ、あと小出。他の選手たちは、まあ、採点以前に戦う気持ちが全然見えなかったなっていうのが率直な印象です。まあ、姿なんで、失点シーンでも、必死に足伸ばしてましたし、まあ、気持ち表れてましたよね、プレーに。まあ、相良は、正直前半がすごく悪くて、まあ、それでも後半多少自分らしさが出るプレーもあったので、盛り返したなと思いながら見てたんですけど、ゴーキはやっぱりあのシーン、一番最初の決定機を決めないとダメですよ。まあ、結構 SNS とか見てて、私が他のサポーターと意見が一致したなと思う部分が、まあ、さっきも言った杉本さんの部分補強してほしいってことと、なんでいわきぐらい死に物狂いでやんないのか、戦う姿勢を見せないのかって部分は一致してましたね。まあ、年始めに
被災地訪問して、まあ一日かけて、まあいろんな施設見たりとか話とか聞いたと思うんですけど、いわきの選手はあれだけやれてるのに、なんで仙台はあんな気持ちが現れないのかなと思いましたね。しかも、震災応援時代って位置づけていて、まあ復興しようっていう試合で、なんであんな気の抜けたプレーをするのかなっていう選手ばかりでした。まああと、他のサポーターと意見が一致したなと思うのが、まあ選手交代の遅さと、まだあのブーイングのシーンですかね。ある選手への。あれは示し合わせだってよりも自然発生的にサポーターから出たと思うので。普通の試合じゃないから出たってことは理解してほしいんですよ、選手たちも。あと普段いくら被災地のためとか、言葉で言ってても、結局プレイで見せないと意味ないんですよ。説得力もゼロですし。まあ守備の部分で内田の3バックは厳しいなと思ったのと、まあ相良とマセも、この前はもう前半で変えていくぐらいの敵でしたね。もっと選手交代早めにやってほしいなと思いました。あと余計なファール、余計なカードが多すぎるので、そこで自分たちを苦しくしたり、運気を落とすような真似はしてほしくないですね。伊藤監督の採点に関しては、今回すごい悪いと思ってください。ありえないです。まあ、今回大事な試合で、あんなひどい試合をしたというのは、がっかりしたサポーターも多いってことは分かってください。まあ、攻撃はもっと伸び伸びやらせた方が、去年の良さが戻るのかなと思いましたけど、選手全員。まあ、次が群馬戦ということで、いわきに似た相手なので、しっかり対策して、臨んでほしいなと思います。それでは引き続き、頑張ってください。